重子様をお見舞いできてよかったわ。それにしてもずいぶん細くおなりになってしまって。そうでしょうね、あの様子では。殿様は重子様をとてもとても愛していらしたから引きずられてしまっているのかしら。意外だというお顔ね、おひいさん。いいのよ、あなたは知らなくて当然だわ。あたくしは重子様の長いお友達だから知っているの。殿様の重子様への執着は、それはもうものすごかったのよ。あなたは政略結婚によって2人が結びついたと思っているのでしょう。もちろんそういう部分もあるけれど、殿様の凄まじい愛情は寒気がするほどだったわね。重子様は心身ともにすり減ってしまうくらいにね。まあそんな様子は子供の前では見せるはずもないわね。そういえば、今日はどこかへ出かけていらしたの？私が階段を降りてきたとき、外から戻っていらしたような様子じゃなかったかしら？あら、そうだったの。いいお天気ですものね。今日は風も吹いていて、少し涼しいわ。かわいい人。私にわかることなら何でもお話しするわ。まあ記者がその使用人は記者に何と言われたの？そうね。あなたも知っておくべきかもしれないわ。というよりもじきに知ることなんでしょうけれど。あのね、実はあなたのお父様はあのならず者たちに殺されたのではないかもしれないの。さあ、それはわからないわ。ただ生きて捕らえられた男たちはみんな一様にあの子爵を切った覚えはないと言っているらしいの。自分たちが屋敷に侵入した時には子爵の姿はなかったというんだわ。真実はわからないわ。殺人の罪をかぶりたくないだけかもしれないわね。けれどああいう手合いの男どもはそういう逃げ方はしないものよ。普通に考えれば子爵は彼らの侵入してくる前に何者かの手にかかったのでしょうね。記者が来ていたということはもう嗅ぎつけたのね。さすが耳の早いこと。あの男たちでないとしたら犯人はあの夜会にいた誰かという可能性が高いわ。場違いの人が入ってきたらすぐに分かりますものね。そうしたら子爵殺害事件は格好の記事になるわ。あの夜会にいたのはみんな地位ある人たちですもの。そういうことね。それに子爵の体や現場には揉み合った跡はなかったというし、びっくりしたお顔だったというじゃない。顔見知りの誰かに突然やられたんじゃないかしら。けれど私はこの事件解決はしないと思うわよ。だって目撃者がいないんですもの。いたとしたらとっくに警察は動いているわ。迷宮入りね。そこに誰かいるのか？姫様、どうしたんですか姫様、こんなところで。俺に？けどさっきの男は。